ジョルジュ・ビゼーは19世紀フランスの作曲家である。代表作にカルメン、アルルの女、真珠鳥、美しきパースの娘など。ジョルジュ・ビゼーは1838年、パリに生まれた。最初に付けられた名前はアレクサンドル・セザール・レオポール・ビゼーだったが、宣令時に解明された。父は、声楽教師、母はピアニストで、ビゼーは幼い頃から音楽に親しみ、 記憶力が抜群であった。9歳でパリ音楽院に入学し、アントワーヌマルモンテル、シャルル・グノー、ユダヤ人、ジャック・アレビラに支持して、ピアノ、ソルフェージュ、オルガン、フーガで一等賞を獲得した。19歳でカンタータ、クロービスとクロティルデーでローマ大賞を獲得。1861年にはリストの新作のパッセージを一度聴いただけで演奏し、 さらに楽譜を渡されると完璧に弾いてのけ、リストを驚かせた。この時、リストは、私は間違っていた。三人と言うべきでした。正確に言えば、最も若いあなたが最も本放で輝かしいと言うべきでしょう。と言って、微勢を称賛した。しかし、オペラ作家としての成功を夢見ていた微勢は、ピアニストになることを潔しとはしなかった。 オペラなどの劇音楽を作曲の中心とし、25歳の時のオペラ、真珠リでオペラ作曲家の地位を確立する。その後、フランス人の作家アルフォンスドーでの劇、アルルの女の不随音楽や、オペラ、カルメンなどを作曲したが、1875年3月にパリのオペライコールコミック座で行われた、カルメンの初演は、ヒロインが女性労働者だったこともあり、失敗に終わった。 ヒロインの聖域を、それまでに一般的だったソプラノではなく、メゾソプラノに設定したことも新しさの一つだった。1869年に、プチブルのビゼイは、ブルジョワの死、アレビの娘であるジュヌビエーブ・アレビと結婚した。死はすでに1862年に亡くなっていた。ビゼイは、カルメン初演の約3ヶ月後である1875年6月3日。 敗血症のため36歳で死去したが、後に彼の音楽は世界的に認められるようになった。なお、妻のジュヌビエーブは後にビゼーとの間の息子のジャックを連れて、ロスチャイルド財閥の顧問弁護士であるユダヤ人エミール・ストロースと再婚し、花形サロンを形成した。ジャックの学友のマルセル・プルーストが後に小説、失われた時を求めての中で彼女をモデルとして、 ルマント公爵夫人を造形した。ジャックの他に、ビゼーが結婚する前に、ビゼー家の女中だったマリレテールとの間に生まれた、非着室の子供ジャンがいた。ビゼー家で、ビゼーのいとことして暮らし、その母もビゼー家で再び奉公した。ビゼーは、生涯に、公共曲を3曲書いたが、1859年に、作曲された第2番の奏功は、破棄されてしまい。 第3番は作曲されたのかどうかも、半然としない。その他にも、還元楽曲、合唱曲、歌曲、編曲作品などがある。オペラ、カルメンは、ドビュッシー、サンサーンス、チャイコフスキーなどから賞賛され、ニーチェは、カルメンを20回も見たと記述している。運命を引き受ける思考の個人としてのヒロインに、感応するところが大だったと考えられる。ちなみにゼは、 舞台作品は約30曲以上も残しているが、カルメニア、アルルの女、真珠鳥以外はほとんど知られていない。なおオペラ、美しきパーズの娘の中のセレナードをベースにした小さな好みは NHK のみんなの歌で放送され、音楽の教科書にも取り上げられるなど、日本では特によく親しまれている楽曲である。オペラの合間に作曲したピアノ曲は少数だが、 グレン・グールドが演奏したことで知られる半音快適変奏曲、無言化、ラインの歌などの作品は現在も演奏される。また、サン・サーンスのピアノ競奏曲、第2番などのピアノ独奏用編曲も残しており、特にサン・サーンスの編曲は技巧派ピアニストが取り上げる難曲として知られている。ありがとうございます。